悲伤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 。どうも、秋山悲伤です。はい、どん。本日は、釣りに来ています。サビキガミというね手法で釣っていきたいと思います。このね、ちっちゃい桜エビみたいなやつね、これをなんかこの網に、この網に入れて、でこう揺らすんですよ。でこのね、下に針がついてて、これが小エビみたいな、これと勘違いしてイワシとかが食べるらしいんで、これでね釣っていきますね。波がね結構ね激しいんで、自然とねこう桜エビがね散ってくれるから、上下にしなくてもいい感じ。ちょっと補充します。このスコップ、このスコップね、でこの桜エビみたいなやつ、よいしょ、こんな感じ投入して、しばらく待機ですね。結構ね粘ったんですけど、ちょっとね釣れなかったんで、場所を変更して、ここで、釣りたいと思います。あの黒い物体、なんだこれ、すっげえ。あれ、なんて釣れてる、釣れてる、これ、釣れてる、釣れてた、すっげえ。うわ、何これ、ルアー、これルアーじゃないよね、普通に釣れてるよ、ちゃんと。おすげえ、釣れた。わかんない、何これ、釣れた。ちょっと、おお、怖い怖い怖い、あ、落ちた、あ、落ちちゃった、ああ間から落ちてしまった。最悪、釣れた、釣れた、釣れた、すげえ釣れた、すげえ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 、2本、2本、2本じゃない、2匹、2匹釣れた、2匹、すっげえ、めっちゃすげえ。うがんで、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 落ちちゃった、またうんこ落ちる、あ、うんこ、うんこ、あ、落ちる、落ちる、やめよ、あ、落ちる、落ちるよ、そろそろ落ちるよ、そろそろ落ちる、そろそろ落ちる、どうしよう、どうしよう、やめて、あ、やめて、落ちる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 、車に戻ってきました。結果なんですけど、まあ、3匹釣れてね、結局、僕、その持ち帰る、クーラーボックスとか持ってきてなくて、ちょっと隣のね、人たちにあげちゃいました。イワシが3匹釣れましたね。はい、結果が。いや、楽しかった。またね、来ようと思います。高評価、チャンネル登録、ぜひぜひ、よろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録お願いいたします。チャンネル登録は左の俺の顔からクリックです。